もういない。死んだのだ。そう、あの時オシトルに未来を託された時に、我らオシトル、ウコンゲ大将オシトル、姫殿下を守りし者、それ以外の何者でもない。あってはならぬのだ。よく来た。歌われる者、完結編がついに登場。すべての謎が解き明かされ、物語はクライマックスへ。陰謀渦巻く帝都から辺境の小国エンナカムイに脱出した一行は、この地で再起を図る。だがクオンが去り、王女アンジュは未だ回復の兆しを見せぬまま、エンナカムイは孤立を深めていく。それを救わんがために、ハクはオシトルという仮面を被らねばならなかった。果たして戦乱の日々に終わりは来るのか。そして世界の真実が明かされた時、最後に微笑むものと、圧倒的な勝利を。前作からさらに進化した戦闘システム、新たな要素、強撃必殺技が追加された。専用のカットインとともに繰り出されるド派手な攻撃は必見である。これまでとは桁違いの必殺技を使いこなし、勝利をつかみ取れ。見どころは戦闘だけにあらず、個性豊かなキャラクターたちが織りなす物語も本作の魅力なのか。その生き様はシリアス。せめて母親には本当のことを告げるべきか。時にはコミカルに語られる。よく聞いてみれば一大事ではないか。よく聞かなくても一大事です。さらに本作では新しい仲間も参戦。彼らが燃やす命の輝きを、その生き様をしかと見よ。新たな仲間と世と共にある。新たな必殺技で新たな戦場を駆け抜けるのだ。やはり生きるのだ。我々としては歌われる者、二人の白オロ。2016年9月21日発売。そなたはアクルトゥルカの定めを見る。